クライスタ実況プレイのパート42です。前回で2度目の第8章をクリアいたしましたと。その2回目の第8章、ラスボスはどうやら、アナムネシスではなくてですね、未来こと、勇気の姫が、ラスボスとして立ちはだかったわけなんですけれども、最後ね、未来を倒したかと思ったんですが、その未来の策にはまってしまって、未来は自分もろとも霊まで殺して、それでもずっと一緒だよというようなエンディングになってしまいました。で、これからもう一度、物語は多分巻き戻されて、第6章から話になっていくのかなというところなんですけど、早速やってみましょう。まだ心は眠ったまま。いいわ。目が覚めるまでの間、少しだけ。届かなくてもいい、私の願いを。今日が不幸なのだとしても、明日が不幸なのだとしても、昨日も不幸だったのだとしても、流した涙の分だけ、いえ、涙を流したからこそ、きっと、その先の未来には笑顔がある。優しい世界の法則なんて、どこにもないから。世界は空虚で、世の中は理不尽で。でも、だけど、だからこそ、意志を持つあなたが、涙に意味を与えなければ、味わった悲しみや苦痛に意味を与えてあげなければ、不公平だから、報われないから、何よりも流した涙を糧として笑う、あなたの未来は、きっと素敵だと思うから、涙に意味を与えてあげて。おはよう、でいいのかな。目が覚めた、あまり無理しないで。自意識をつなぎ止めることに集中して。誰？それは私のこと。それとも。あなた自身のこと。私自身。私は、私は。思い出せないなら、取り戻して。すべてを、失ってしまう前に。またガンガン進めていきましょう。私のお姉ちゃんを。これが結局未来。幸せな時間かい。ああ、また残してる。なんで自分じゃ料理しないくせにハンバーグの椎茸には気づくのかな。細かく刻んで絶対わからないようにしたのに。こんなのセレマだって気づかないよ。
ハンバーグでハンバーグ丸ごと残してポテトだけ食べるの。ほんと、お姉ちゃんくらいだからね。お姉ちゃん。あ、出てきた。ああ、来たか。呼び出して悪かったな。なんだ、職員室に呼ばれたから緊張してるのか？それとも、久しぶりに登校したせいか。うん。まあいい。ご両親のことがあって辛いのはわかるが、もう少し学校に顔を出したらどうだ？高校1年で留年なんて、お前だって嫌だろう。なあ、聞いてるのか、旗だ。私のこと。のシーンも、もう3回目ですね。いつまで繰り返されるんだろう。ねえ、どういうこと？あいつ言ってた。こうなったのは全部あんたが理由だって。なんで、なんで私がこんな目に遭わないといけないの？あれ？あんたのせいなんでしょ？助けてよ、レイ。私こんなところで。私は、私の名前はレイ。これって結局あれ？この記憶だけ正直タイミングよくわかんねえな。旗田レイ。そう、あなたは旗田レイ。もう二度と忘れないで。あの、あなたは誰なんですか？え、待って、まだ聞きたいことが。ここ一体どこなんですか？自分の部屋にいただけなのに、なんで私こんな場所で。信じられない。無責任です、そういうの。だって、さっきのってあれ、ユーリのことだよね。ユーリの記憶なんだけど、ユーリのせいで、違う、レイが関わったせいでユーリが殺されてしまったっていうのはもう少し後で知ることだよね。それから何かあったのかな。あなた、ずっとついてきてますよね。頼っても無駄ですよ。何が起こっているのか、わけがわからないんですから。頼りたいのは私の方です。これは夢？それならそうって言ってください。私、自慢ではないですが、体力ないので、歩くのも疲れました。夢なら、覚めるまでここにいます。歩けって言うんですか？あなたはどうして私に絡むの？他の蝶とはぐれていいんですか？じゃあ、え？お姉ちゃん。嘘。どうして？お姉ちゃん。
私は未来、鳩だ未来、えいお姉ちゃんの妹。未来、どうしてあなたまでこんなところに。わかんない、家にいたはずなんだけど、気づいたらここだったんだ。暗いし、誰もいないし、わけわかんないし、スマホないし、あっても私蝶だから使えないし、本当に心細かったんだよ。そんな時お姉ちゃんがいるような気がしてついて行ったの。やっぱりお姉ちゃんだった。大正解だね。一人ぼっちは怖いもん。もう大丈夫、お姉ちゃんが一緒にいるから。ここが何なのかわからないけど、一緒に抜け出そう。どうしたの？お姉ちゃん、お願いがあるんだけど。小さい頃、私が怖い夢を見て泣いてた時、優しく手を握ってくれたよね。あの時みたいにギュッてして。はいはい。ありがとう、お姉ちゃん。大好き。ね、この頃はまだよく分かんなかったけど、こう話が進んでね、ちょこちょこ未来が姿を現すたびに、この、なんだろう、未来の、なんだろう、危険な部分というか、不気味な部分がね、だんだん見えてきて、途中からはこいつが、実はね、勇気のなんか、何やべえやつなんじゃねえのかなって予想したら、本当に勇気の姫だったもんな。今回はどんな展開になるんだろう。本当にここって何なんだろう。こんな景色夢としか思えないけど。夢じゃないよ、だってお姉ちゃんの手すっごくあったかかったもん。未来はここに来る前のこと何か覚えてない？家で料理してたことかな。スマホでレシピ調べながら、ああでもないこうでもないって。ほんと、偏食な姉を持つと苦労するよ。主食が芋ってどうなの？そこまで変じゃないと思うけど。で、ご飯ができたから部屋で引きこもってるポテトイーターレイちゃんを呼ぼうとしたの。おかしな呼び名つけないで。あと私は別に引きこもりでは。気がついたらここにいたの。何があったのかは思い出せないよ。私もそう、自分の部屋にいたことしか覚えてなくて。あと私は部屋の内装が気に入っているから、比較的室内にいることを好むというだけで。それを引きこもりって言うんだよ、お姉ちゃん。ええ。お姉ちゃん、不毛な会話。もし何かあってもその時は私の手を掴んで離さないでね。大丈夫、約束するから。お姉ちゃんが約束破ったことある？そこそこあるかな。うん。だったらもう破らない。行こう。
でね、俺はさ、遊ぼう遊ぼうよ一緒に、これ何話じゃねえかなと思うんだ。何これ、ここってこんなのまでいるんですか。未来走って、自意識をつなぎ止めて、私は魂の隅々から自分が自分である証をかき集めて、そうすれば私は、そうだ、妹を見つけに行かないと、見つけてもう一度手をつながないと。一瞬はこの畑田久遠がもしかして勇気の姫じゃねえかなーっていう疑いをね、俺持ったりもしたんだけど、話見てるから見ても、どん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 未来の方がこうおっかなくなってったもんな。久遠は結構、レイに対してアドバイス出してるからな。でもそろそろ関わってきそうな気もする。確固たる自意識があれば、理念が活性化していれば、あなたの理念の具象たる守護者は、あなたの救済となる。何時の名は何を望む。私はレイ、畑田レイ、主畑田レイ。我は守護者ヘラクレイトス、汝の心を映す鏡なり。この力の一片、祝福として受け取るがいい。
記憶を内包し、世界と時間を超えるほどの輝き、二つのあれせいや異なる時間から世界の境界を越えてもなお、その輝きは全てを記録し続ける。こんな世界が、でもいいえ、だからこそ、なんかつうかいくつものパラレルワールドができちゃったみたいな感じになってきてね。やつらの目から隠さないと不完全な存在でしかない私にできることはこれくらいしか。だけど願わくばこれ以上悲しみの記憶が刻まれないことを、あなたを蝕む悪意の正体を見つけ出して、レイ姉さん。なんかそのあたりの話もなんかどっかでされてた気もするんだよな。多分姉妹ではあるんだよね、クオンと。未来は血縁じゃないっていうのも確か話出てたような気もするな。で、これまでいくつもの戦いを頑張って未来の近くまでやってきたよと。多分セレマの一件の後ぐらいにまた戻るよね。だよね。ありがとう、セレマ。久しぶりやな、レイちゃん。ココロさん、全く久しぶりではないですけど。こうやってゆっくり話できるのが久しぶりってことや。ずっとやさぐレイちゃんやったからね。もう本当に許してください。そうやね、レイちゃんの黒歴史をいじるのはこれくらいにして。って言うても用事があって連絡したわけちゃうんよ。声が聞きたかっただけやから。安心したわ、普段のレイちゃんや。ココロさん、それじゃあ長話しても悪いから、レイちゃんは妹のミライちゃんの魂に追いついて蘇りさせる。うちは何があってもアナムネシスにこの手で復讐する。まだお互い目的を果たしたわけちゃうし、この先も大変なことがたくさんあると思うけど、これからもよろしくね、姉ちゃん。はい、心さん。そこは心姉さんの方が、まあええか。じゃ、見学で。と、そうや。よかったら、あの二人にも声聞かせてあげて。きっとうちみたいに心配してるよ。はい、第6章リテイクエンド。ほい、衣装は今回増えなかったんだね。
じゃあ一旦戻すか。で、思想整理。悲しみも苦しみも私の力に消化してみせる。少し整理、少し振り返ってみましょうか。忘れません。それがせめてもの。結構強かったんだよね。はい。じゃあとりあえず今回ここまでにしておきましょう。まあほぼイベントだけだったんですけどもね。まあ新しい第6章。当然違った展開でストーリーが進んでいくかと思うんですけれどもね。まあ前回最後の方では結局何？ナナナがね。歯車の影響で暴走してしまったっていうのと、まあ、未来に、霊が巻き添え食らってしまうっていう、そういった展開を回避する方法ですかね。その辺が明らかになってくればいいのでんじゃないかなと思います。まあ、あとはこの、ね、戦いの真の黒幕が一体誰なのかというところ、まあ、大体もうね、こいつらしかねえだろっていうのが、出てきてはいると思うんですけども。まあ、霊たちがね、どうやってそこにたどり着くのかというところを、この新しい、3度目の第6章、第7章、第8章、で、明らかになってくれたらなと思います。では、クライスター実況プレイのパート42、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見ていけるなー。